先生のセフレ適性高そうな生徒たちに対する一般先生たちの反応集。先生のセフレ適性高そうな生徒春。お前は全然わかってない。あと10枠は必要だ。下品な風紀委員会でひなちゃんだけ入ってないのはどういうことだ。制裁ということか。ひな、重くてめんどくさいよ。どう見ても肉体関係で満足するタイプじゃないでしょ。悪いがやったくらいで彼女ずらしそうな生徒は除外だ。カズサはともかくか横は割り切るだろ。産む時も一人で失踪して産むタイプだ。なぎさは違うと思う。どっちかといえばせいやちゃん。風紀委員ただれてない？8割ぐらい温泉地夏が悪いと思う。地夏は最後に制裁でいるつもりだと思う。いいや、なぎちゃんは教えたらズブズブだね。向こうからの呼び出し回数が多そうなのは適性があるのかどうか。シャーレ最後の日というワードが浮かんだ。2番さんでもいいですよとか言い出しそうなのは NG。先生暇なので速急に接種しましょう。行き変わる日爆発するからダメ。先生が悪いっすよ。いろはするんか。本妻の優香が拗ねてる。まだしばらく優香でいいかな。メグはダメだろ。カズサとか横がいないだろ。嘘じゃんね、なぎちゃん。花子は？地雷が多い上にメンタルケア気味の生徒。花子はない。一回だけだからなと、今日はしないのか？のテンプレをやってくれそうなサキちゃん。一花は一緒に地獄に行くっすよって言って突然刺してくるよね。緑は？浦は花子は知女な側面と潔癖な側面を合わせ持つ。カズサはやらなくても彼女ずらするだろ。屋外でやってそう。シャーレ内でやってそう。サキは屋外だと思う。サキはおまうさでセレ適性ダントツなのはわかる。はぁ、ゴムくらい用意しておけ。仕方ない、私の手持ちを。いや、こいつは緊急時にサバイバル用の水筒として使えるよう持っておいたもので、別に急に接種することになった時のために用意していたとかではなく、みたいなこと延々と言いつつ結局やらせてくれそうな雰囲気を感じる。本妻は風花炭か三森さんか。アビドスはアヤネ以外は束縛きつそうなんだよな。主におじさんかな。あとの三人は先生がセレとは名ばかりの肉水晶派には扱いになる。白子はアビドス内での共有はいけそう。セリカはおぼこだからそういうのは良くないと思う。先生はみんなでシェアしなきゃダメ。うへうへ。卑怯とかの手を出すともう責任取らないとダメな思い子は除外する。セリカも？セリカはセレって発想がないだろう。そろそろ狩るか。私とも抜かずの5連発をやるべき。私で童貞捨てたくせに言って、あの表情で言いそうな小雪は、別の意味であかんのでダメ。アリウスはやめとこ。でもセレとして呼ばれるたびに、ほんの少しだけ気合い入れておめかしするサッちゃんの姿が見たくないかと言われれば嘘になる。のは嘘よね。ある意味黒子なら傷の舐め合いというブレーキかかって、セレで済むと思う。都は都合の良い女風を装いながら、ゴムに穴開ける女だよ。アニバーサリー組はセレにならない安心感がある。アニバーサリーはめんどくさい女しかなれない法則。マリーとセリナは？マリーとエチなんかしちゃダメだろ。百花繚乱はちょっとそういうの教えない方が良いかな。いいよね。みどもちゃんが気境の濡れ場に遭遇しちゃうの。マリーとエチできたら最高に都合のいい女になる気がする。かりん入ってねえ。素人かよ。姫はセレ適性高いと思う。姫はサッちゃんに教えちゃうからダメ。右上はどちらかというとおほとかだと思う。なんかもっとこうは得されがなさそうな子は。百鬼や構成はぽやぽやしてる子多いけど、セレって言うほど割り切った付き合いしてくれる子は少なさそうな気がしたが、欲求の処理という程度ドハマりしそうなニヤがいたわ。解釈違いもあるが、花子都を入れないのは正しい。イオリはなんだかんだ真面目だから、個人的にはセレ感ないな。なんかサムネはみんなセレ泊まりに耐えきれなくなって決壊しそうなんですけど、いやメグはみんなが幸せならオッケータイプかも。アリウスに手を出すのはちょっと最低だからな。そもそも未成年や学生に手を出す時点ですでに最低だよ。キボトスでは禁止されてないらしいぞ。倫理観とか。あったらあんなクソみたいな治安してないな。警察がそう言ってるんだから仕方ないよな。だが旬なら？イオリは先生が自分のこと好きだと思ってるから、セクハラ許してると思うんだよな。しずこは入るだろ。お金発生しますよ。ええ意味だろセレティア1は。先生嘘だよな。私は先生の彼女だよな。アリウスは姫主導の子供の作り方実習しか許されんだろ。先生、私は先生の助じゃなかったのかよ。メグナギサイチカウト、エイミツバキアカリーン。
ラビット正体はみんなしてもしかしたら私が制裁かもとか思ってそうな雰囲気ある。アコはずっとセレ扱いにイライラしながらも、性欲持て余して依存していきそうな感じがする。花子は一見手を出しやすそうに見え、手実際に出そうとするとクソめんどくさいことになる筆頭だろ。花子が真に求めてるのって、いたずらを応用に受け止めつつジョークで返してくれる不正なんじゃないかと思うんだけど、接すの代償に、不正の真似事を求めるような真似はしない程度に頭良いからな。市川は別れようとすると、自分を慕うも部員を捧げて関係をつなぐ。日向椿あたりはうまくやったらセレにできると思うんだよな。霞となら温泉入るついでに、娯楽としてさっぱりすっきり楽しめるかもしれない。どこかで間違えて、温泉への情熱が先生に向いたら終わりだけど。楓は騙せばムチックスでセレいけるよきっと。俺は立派なレディになるための修行と言われて、流されるままわからないふりして接すに興じる楓がいい。ただ花子自身は水着番で、自分が我慢できなくなって襲う覚悟決めたように見える。楓はセレじゃなくてオホだろ。ダメなことするのたしなめてもらいたいって試し行為と、それに伴って根っこの鳥に危機室による利害計算も考えてるから、手を出されたら排除対象になりそう。なぜアスナがいない？かわいそうなのは、多すぎるだろ。別方向でセレにできないマリナ。どこで見たか忘れたけど、花子は先生に先生と恋人と父親のちょうど中間求めてるみたいなの。イオリはかなり際どいラインじゃない？嘘だよな。とか定期的に盛り上げてくるのが悪いよ。あるは？アスナはね。あるは一番ないというかエロが想像つかないというか。アルちゃんは一回やったら彼女ずらして責任迫ってくるタイプでしょ。アスナとエチしたらしいしどうなるかな。なんかジャングルはいつも晴れのち遇のイフ未来思い出した。アルちゃんセレは扱い方次第で便利や敵に回るから。右上を配置するほどのお味噌一物ならもっと一物に素直になれ。個人的には便利屋は誰かに手を出すのはまずい。美食と風紀は割と平気。CC は全員抱いたらむしろ丸く収まるイメージ。ムチキはなんとかなりそう。イオリは好感度アップセリフが塩らしくて意地らしくて、いざ体を求められると、口では強く罵倒しながら拒否るも抵抗する力は弱めだと思う。クズがよ。ある意味プロレスだよ。イオリは先生とエチなことするのはまんざらじゃなくても、セレって関係は嫌がるイメージ。自分意外ともエチなことしてるって知った瞬間、恐ろしく冷めた目をしてほしい。嫌がった上で丸め込まれそう。君が一番だよ他の生徒にも言ってる。トリニティだと夏やハスミは適性高い。レイサとアルは接すの想像が全く浮かばない。嫌だけど断れない宇沢とエチしたいね。セレなんだから恋人らしさや一途さを求めてくる子はダメだ。一緒にゲームやるくらいの気軽さで接すする子じゃないと。それは双方向のセレで、先生生徒のセレ扱いとはまた別のジャンルな気がする。やはり都か？セレって双方向の認識あってなるもんだと思ってたわ。やはりアリスか。千夏は最後に妻となれたらセレても何でも良さそう。でも細かいところで嫉妬はしてほしい。イオリは捨てる素振り見せたらすがりついてくるから可愛いよ。ヒナは抱いても彼女面はしないというか、本当に先生は私のこと好きでいてくれてるかな、情けで抱いてくれただけじゃないかなってなりそう。イオリは別れようという魔法の呪文でやりたい放題できる？そこまでストレートだと危ないから、素振り見せるだけでうろたえるよ。花子は最初の1回は簡単にやれるけど、その後二度と1対1で会ってくれなくなるよ。花子からの信頼を一生失うの辛すぎてお一物立つ。信頼とトレードオフで1回だけでもいいから花子抱ける？一方通行のセレ認識はセレじゃなくてオホじゃないか？イオリはもうかすみイベントの時の老婆いっぷりがもう最高でね。向こうがガチ恋じゃセレ適性高いとは言えねえよ。こっそりセレだと一番燃えるのはキリノだと思う。ハスミも何気にセレ適性高いと思う。体の関係から始まる恋ってのもそれはそれであり。花子はなあ補修部の3人を抱いておいて、花子だけは手をつけないのが一番美しいんだよ。全員セレだろ。重い子はセレではない。ただの面倒な女だ。カンナがナンバーワン。時点でエイミ。エイミはどうだろうな。カンナはすごいわかる。エイミはあったかいの好きだし、程よく好意を向けてくれそう。ただ隣のゲスイエルフが覗いてくるのがマイナス。霞は温泉開発一筋っぽいから、もしやっても、いい時間つぶしになった感謝するぞ先生。では、これから温泉開発だから失礼する。とか言って軽い感じで済ましそう。
ごめんカンナセレにしたいわ。ガチ性欲すぎてちょっと引く。時はわからん。エロというよりだけんな感じもある。カンナはなんか政府感あるからな。律してる感と重欲秘めてる感が滲み出てる。タイツスカートとかきっちりスマート OL エロすぎ。持ってもスレンダーにしてもエロ。汚職の負い目があったり仕事に疲れてそうだったり、なんかそういう感じある。時は CC 全部抱く勢いじゃないと面倒ごとになりそう。時はあれで湿度高い方だと思う。かりんとはちゃんと付き合いたいから、CC に手を出すのはなしで行こう。寝るとアスナいないの意外。なぎさとかセレにしとくつもりが、いつの間にか丸め込まれてる気しかしない。時ってそんなにいやらしい子だった？ハスミはどうだろう。向こうが我慢できないからセレで止めるのが無理。時は寝こけてる先生をベッドに運んで一緒に寝る無法を働く。メグはまあセレにはできるだろうけど、判事案件では、なんというかムチックスを超越してるんだよな。メグはなんか恥ずかしいことしてるくらいの情緒はあるから、その程度しかないってことだろそれは。俺はマキちゃんとも思い出いいよ。ネルは一線超えるならきちんとした関係じゃないと許さないタイプだろ。ハスミは欲望に素直だから恋人関係じゃなくてもズルズルやれるよ。恋人じゃないから、束縛しすぎてはいけないという理性と性欲を抑えきれない本能を合わせ持つハスミは、非常に適性が高いと思われる。時はセレ扱いには絶対満足しないと思う。カンナあたりでないの、セレというかオフィスラブ感あるけど。